こんにちは、こんばんは、安村優衣です。今日は強化カーニバル友情ガチャを8回引きたいと思います。8連で引きたいと思います。でもその前にスペシャルダンジョンで一度きりの超絶経験値っていうのが来てたので、これをやってから8連でカーニバルを引きたいと思います。まあさて、どれぐらい経験値をもらえる、経験値はね、どれぐらいあのランクがアップするのか。まあでも、おーっと、攻撃はね普通に1しか食らわないから、おお、デリシャスタマー。では闇でポン、ありがとうございます。でもこれ上がって2ぐらいかな。まあ、2でも嬉しいんだけどね、めちゃくちゃ。はい、1スタ、あースタミナか、スタミナも嬉しい。でもね、コスト上がってるし、魔法石をもらっ、あ、1個しか上がってなくてギリギリか、マジか。これはちょっときついな。うわ、3003で上がっ、うわ、スタミナがもったいない。まあでも引きましょう。強化カーニバル優勝ガチャ、これって初めてなんですかね。僕は初めてなんですけど、8連続引きたいと思います。さて、金がどれぐらい出るんでしょうか。下げますよ、よいしょ。あれ、あーミスったけど、よいしょ、ドン、1個に、お、金しかないじゃん、金しかないじゃん。え、嘘、おすごい、おすごい、え、嘘、ボックス入手。これここからキングゴールドドラゴンから、ここですね、超キングサファイアドラゴン。うわー、これはすごいですね、これ。あ、これ見れない。まあ結果はもう一回見ましょう。結果はここからデリシャス玉の1個後ろから最後の超キングサファイアドラゴンでした。全部金でしたね。まあどうなんだろう、金、ほぼ金しか出ないのかどうかは分からないんですが、結構美味しいガチャだったということで、わ、めっちゃ嬉しい。でもこれ早速ね、誰かに食べさせたいと思うんですけど、誰にしようかな。これはまあ後で悩みながらやってあげます。では最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。